漂流点を考えるときは展示ではなく演劇を作っているような気持ちで作るんですね。最先端のテクノロジーを使って恐竜を迫真のリアリティを持って描写するっていうことが何より大切だったんです。この恐竜科学博を通して視野を広げてほしいと願っています。